皆さん毎度大きにゆずきゆかりです。はいどうも。食いたいものを食いまくってたら体重が3キロ増えてちょっとブルー気味のイタコです。デブギツネじゃねえかよ。たまに冬でも汗くせえやついますけどお前じゃねえのか。私の匂いは養豚場の匂いがするってゆかりちゃん本人が言ってたじゃないですか。そこに汗の匂いもブレンドされたらどうなっちゃうんですか。購買で暗殺されるレベルですね。そんで今回はチャリでチャリ活動画です。さっきもこのバカが言った通りリアルに体重が3キロも増えて割とマジでブルーになったんでダイエットがてらのチャリ動画です。今回のチャリはプルシカ号と迷いましたが実はビアンキもちょっと足回りを変えたのでそれのテストも兼ねてます。 34T のスプロケットを買ってついでにディレイラーも交換してフーリーも交換したんでちょっとした坂道を走れる奥松島に行きます。交換してる時の動画はないですけどまあ実際走ったらやらかしたなって思いましたよね。何をやらかしたかは後ほど見せます。私の全てをゆかりちゃんに見せます。お前のおつむがどういうひねくれた形してるかは興味ありますね。というわけで今回はダイエットチャリ活動画です。そんでいきなり事故に遭遇してますよ。事故ってより事故処理ですね。私たちが出かけるとよく事故に遭いますよね。動画にはしてないですけど出かけるとほぼ1回は大小関係なく事故見かけますね。なんか私たちって実は死神の化身なんじゃねえかって思っちゃうぐらいそういうの見ますよね。イタコさんなんかケダモノで悪臭でおつむが壊滅してて死神でいいとこ一つもないじゃないですか。その悪条件を全部覆すのがこの魅惑的な耳と尻尾ですよ。ゆかりちゃんならお耳触ったり尻尾でマフラーとかしていいですよ。あ、耳の中はカメムシの匂いでしたね。例の何もない万代書店見えてきました。ここ昔はいろいろあったんですけどね。別館でエアガンコーナーがなくなってからマジで何もないですもんね。一応本館にまだエアガンコーナーありますけど東北のお宝市場の宮城が一番面白みねえだろってぐらい何もないです。まあ実は一昨年の初売りで前に新潟で見たガンゲイルオンラインのレンちゃんが8000円で売ってて買いそうになったんですけどね。あれぐらいしかここで買いたいって思ったやつないです。ちなみに本当はこの日プレシカゴを乗って石巻行こうかなって思ってました。そしたって出かけるギリギリまで天気予報を見てたら白石に雪マークついてたんですよね。こっちの方はこんなに晴れてるのに本当にこの時白石で雪降ってたんですかね。白石の歴史探訪ミュージアムってところに何でも私たちのミニフィギュアあるらしいのでクリスマスプレゼント企画で足りないやつ何個か買いに行きたいんですよね。このプレゼント企画ですけど24日に抽選発表するのと24日にプレゼント届くのと皆さんはどっちがいいですかね。それによって来週白石に行って企画用のグッズ買うかどうか変わってくるんですよね。ぶっちゃけどっか行く前に車で寄ってもいいんですがせっかくならプルシカ号のお披露目もしたいんですよね。あれ完成してから一度も動画で見せてませんからね。完成したのがこちらみたいな感じにいろいろ紹介したいです。おっちゃんがえっちらおっちら登ってますね。その横を颯爽と駆け抜けるゆかりちゃんかっこいいですよ。ギャー幸せそうでいいですね。駿河湯のリフ店です。ここって近くにイオン新リフで来てから割とちょいちょい来てますけど動画では1回しか来てないですね。いいのあったら動画撮りながら来ようかなって思ってましたけどなかなかいいのないんですよね。ちなみに前に動画でサムネにしたふんどしミリムですがあれ1週間ぐらい前に来たとこまだ残ってました。今年の頭にあったやつが未だに丸々残ってるのある意味すごいですよね。しかもジャンクコーナーにありますからね。そろそろ処分されてもおかしくない気がします。このバカもそろそろ処分されないですかね。え、私のどこがジャンクなんですか。お前の頭しかねえだろ。デカブツがデカブツ牽引してるすげえ絵面ですよ。アメリカのトラック野郎がなんかこんなのやってるのテレビで見たことありますよ。トラックって牽引っていうか荷台の上に乗せて運ぶイメージでしたけど牽引して運ぶこともあるんですね。ぶっちゃけこういうゆかりちゃんか横綱みたいな大型車が通るデスマッチステージをチャリで走るって地獄ですよ。この牽引車の前にお前突き飛ばすぞ。自転車と車絡みの事故ってマジで後を絶たないですからね。ちなみにいつもはここをまっすぐ行って45号線に出て死ぬ思いをしながら平坦な道を行くんですが今回は新調した足回りを試すにのにこっち曲がります。こっち行くと割としんどい坂道続くんでお試しにはちょうどいいです。こんな時じゃないと絶対通らないですからね。というわけでえっちらおっちら登ってました。これ一番軽くして登ってみましたけどぶっちゃけびっくりするぐらい変化あったって感じはないですよね。まだ足が元気なんで違いがわからないのかもしれないですけどなんかいまいちわからんです。ゆかりちゃんの足が元気ってなんかすごくエッチな想像しちゃうじゃないですか。ゆかりちゃん責任取ってくださいよ。私の足が元気のうちにお前をこの沼に蹴り飛ばせばいいんですか。あとついでにトイライフ具合に気づいたのもここ登ってる時でしたね。あれ下手したら死ぬかと思いましたよね。そのままお前だけ月まで吹っ飛んでればよかったですね。そしてやってきましたチャリンコ乗りの恐怖ポイント工事現場の信号です。大泉さんもこれでウィリーして事故ってましたからね。そんな中チャリでこの坂道ってえらいプレッシャーですよ。工事現場の距離が短ければいいですけど長いとマジで勘弁してくれやって感じですからね。見た感じ距離はそうでもなさそうなんで覚悟を決めて必死こいてこきましょうねって思って気合い入れていこうと思ったら誘導員のおっちゃんに止められましたよね。これ一瞬チャリは通れないから迂回しろって言われるのかと思いましたよね。そしたっけ車が全部はけてから後ろ行ってくださいって言われました。まあ後ろからブリブリ来られるよりは気楽に行けていいですけどね。と
ということでトラックの後ろをくっついていきます。気分はさながら小段ザメですね。なるべく一緒についていこうって思って気合い入れてこいでましたけど、このトラックすぐ曲がっちゃったんですよね。この一人で走ってるのがめちゃくちゃ嫌なんですよね。絶対ここに並んでる車の運転手私たちのこと見てますよ。この胸にカメラをつけてフロントにちびいたこちゃんを乗せてって、あれ乗せてないですね。お前また乗せてねえじゃねえか。ああ忘れてました。多分家のどっかに転がってます。前も乗せ忘れてたろ。右手にいつぞやのスタンクラリーで寄ったビストロアバロン見えてきました。ビストロ大泉ですか。あれはピストルです。なんか外装の改修でもやってるんですかね。あの時はガチのママチャリでしたけど、あのママチャリでようここまで登ってきましたね。地味に車とか 8% って書いてましたからね。というわけでいつもの松島着きました。ついでにいつものなずきちゃん見ていきますか。いつもチャリンコ止めてるところに珍しく先客止まってましたね。 GT のマウンテンバイクですね。 GT とか懐かしいですね。私が小学生ぐらいの時に GT のチャリンコ乗ってた記憶ありますよ。お前の場合は小学生でそこからおつめの成長止まったままだろ。子供のような純粋な心と言ってください。あとあそこにポップ見えますけど、なんかなずきちゃん以外にいますね。前はあそこにタクシーボスしたなずきちゃんいた気がするんですけど、何者かに入れ替わってますね。あれ何者ですかね。なんかのコラボでもやってるんですかね。ちなみにいつもいるなずきちゃんの方はサンタコスしてますね。ゆかりちゃんのサンタコスはまだですか。それかピンクのリボンで体をぐるぐる巻きにして、プレゼントは私でしてくださいよ。お前に渡すプレゼントは地獄行きの片道切符です。というわけでなずきちゃんと鉄道娘の森みなせってキャラのコラボでした。あのタクシーボスのなずきちゃんはどこ行ったんですかね。前に岩手のオタショップで鉄道娘のフィギュアありましたけど、この森みなせは確かなかったですよね。この森みなせは仙台空港アクセス鉄道の鉄道娘らしいです。そんでこれどんなコラボかと思ったら、写真を撮って SNS に投稿するとなんかグッズがもらえるとか、そんなやつらしいです。私たちのツイッター見てた人ならあああれかって思うかもですが、あれです。ここの松島で撮った写真と仙台空港にも同じパネルあるんで、それを撮って投稿するらしいです。仙台空港のパネルと松島のパネルって思いっきり観光客を狙ったイベントですよね。仙台在住でやるやつっているんですかね。ここにいる暇人がやってるじゃないですか。ちなみにこれ何もらえるのかと思ったらポストカードだったんですよね。どうせだったら10カ所ぐらい設置してコンプリートしたら、まあまあ豪華な特典あった方が私たちには嬉しかったですよね。逆にそうなると地元民しか参加しなさそうですね。ちなみにタクシーコスのやつは観光船の待合席のすぐ目の前にいました。逆光でちょっと薄暗いですが、いいスタイルしていますね。私のすぐ後ろに船を待ってるであろう観光客が30人ぐらいいますが、気にしてはいけません。老若男女全員の注目を浴びてさながら映画スターのような気分ですね。この後学生の団体が入ってきたのはビビりましたね。逆に今時の学生の方がこういう気候におおらかですよ。というわけでなぜか変な視線を感じるので、さっさと出発しましょうね。そりゃ1回出た後やっぱおしっこ行きたくて2回目入って、そこでブツブツ独り言言いながらトイレ入っていったらやべえやつって思われますからね。今思うとよく通報されなかったですよね。こいつの見た目がヤンキーすぎて何も言えなかったってのが正解だと思いますけどね。しかし普段と比べたらやっぱ観光客は少ない方ですね。ピークだと車道まで人歩いてますからね。あとこの辺だらっと眺めながら走ってると、なずきちゃんのパネル増えましたね。動画では分からんですけど、店の中に結構置いてありました。というわけで例の定時のポイントに来ました。ベテランチャリンカーならそのまま曲がっていくんでしょうけど、私たちは怖いんであそこに見える歩道橋を歩いていきます。漫画館行った時もあそこ通りましたね。ゆかりちゃん見てください、この見事な担ぎ上げを。さながら気分はお姫様を抱っこしている気分ですよ。あ、私が言うお姫様ってもちろんゆかりちゃんのことですからね。全てを私に託して安心して抱っこされてください。むしろ危機感しかねえだろ。っていうかこのリアルにチャリ担いでるバカはそんなこと考えながら登ってるのかよ。頭おかしいだろ。え、チャリンコ乗りって大体こんなもんじゃないんですか。お前だけだ。あそこになんか車止まってますね。なんですかあれ、なんか書いてますね。ポンレコードって書いてますよ。ポンとかレコードの移動販売ってことですかね。この道路割とちょいちょい通ってますけど、こんなの初めて見ましたね。こういうのに私たちが探してる本とかあるんですかね。お前の探してる本ってなんだよ。だるまちゃんと天狗ちゃんっていう絵本です。死ぬほど懐かしいやつ出してきてんな。ああいうのって多分よみこさんが好きそうな本たくさんあるんでしょうね。私たちはそういう本読むと2分ぐらいで寝ます。この辺からアップダウン続くんで、足曲がりの具合とギアチェンジの練習兼ねてます。ぶっちゃけこのビアンキフロント2速ありますけど、スプロケが 28T だった頃って基本的にフロントはインナーに入れたままだったんですよね。でかいスプロケつけるとフロントをインナーに入れてトップに入れるとびっくりするぐらいダルダルになるんですよね。どのくらいダルダルかっていうと、チェーンステアにチェーンが上司当たるくらいダルダルです。ゆかりちゃんのだらしないお仲間割りと同じぐらいです。チェーンでお前の首絞めるぞ。シマノの取説に書いてた通りに調整したのに、なんじゃこりゃってなりましたよね。なのでしょうがないのでフロントもしっかり切り替える練習してます。まあ練習とか言ってますけど、実はすごいことやらかしてるんですけどね。次の休憩で見せます。というわけで宮田島入る前の最後の休憩です。
前に宮田島来た時はここまだ閉鎖されてた気がしますけど、今回は開いてましたね。あとこの目の前に見えてる階段で、この後来た老夫婦がグリコやってましたよね。私とゆかりちゃんもグリコやりますか？お前が負けたら泣くっていいならやりますよ。じゃあゆかりちゃんが負けたら私の言うこと何でも聞いてくれるってことでいいですか？いつもと変わんねえだろ。そんで早速足回りが今どうなってるかっていうと、こうなっちゃってるんですよね。これ見たら大体どういうことかわかる人はわかると思いますが、まあチェーン短すぎですね。今までこれで走ってたっていう事実がやばいですね。こんなんでよう走ってこれましたね。ちなみにロー側にあと2段ありますけど、これ以上ローに入れるとプーリーが水平になってチェーン噛んで死にます。これがかの有名なプーリー水平現象ですか？いやさすがにチェーンダルダルすぎて適当に切ったら逆に短くなりすぎちゃったんですよね。最初は1コマずつ切ってたんですけど、2つ目切ったところでめんどくさくなって一気に切ったらこんなことになりましたよね。っていうかこれでもインナーに入れてトップに入れると割とダルダルになるんですけど、本当にそれで合ってるんですかね？あんなんちょっとペダル逆回転しただけでチェーン落ちますよ。一応ディレイラーが R7000GS ってやつなんで 34T まで対応したやつではあるんですけど、よくわからんです。まあチェーン新しく買ってまた再調整してみようかなって思ってます。つうかまたこいつ便所かよ。まあそんなわけで糖分補給です。栄養食はいつものブラックサンダーです。え、お前さっき便所言ってましたけど手洗ったのかよ。ブラックサンダー美味しいですよね。昔クレヨンしんちゃんの漫画の方で犬糞チョコってあったの知ってる人いますか？形と大きさがあれに似てますよね。いや手洗ったのかよ。犬のケツからチョコ出てきていかにもクレシンの漫画だなって感じでしたね。あとバフンソフトクリームとかありましたよね。っていうかお前手洗ったのかよ。というわけで再開です。この辺また工事の看板出てきましたね。また工事の信号出てくるんじゃないですか？またあれ出てくるんですか？もう勘弁してくださいよ。っていうことにはなりませんでしたよね。しかも今回はセンターポジションですよ。アイドルで言ったらメインのど真ん中ですよ。ゆかりちゃんスタートダッシュで気合い入れすぎてウィリーしちゃ危ないですからね。チャリンコでウィリーするやついるのかよ。りょうさんとゆかりちゃんぐらいしか知らないです。私と原始人を一緒にするんじゃねえ。まあでも今回は後ろに車いないんでまだ良かったですね。大泉さんも2回目は慎重でしたからね。そんで今回の一応目的地の青波に着きました。目的地ですけど、ここで何をするってわけでもないんですけどね。この時期なら柿ご飯と柿汁が食べられるはずなんで、それ食って帰ります。あとここで初日の出クルーズの受付もやってるんですよね。私たちはわざわざこっちまで来ないですけどね。というわけで柿飯と柿汁食べようかと思ったらなかったんで、代わりにあったちまき食べることにしました。ダイエットつってんのにこんなの食ってていいんですかね。美味しければいいんです。ついでに角煮入りって書いてました。焼き柿5個で750円ってのもありましたけど、そっちはお金がないので買えませんでした。いつか動画1本分の費用をペイできるぐらいまで収益上げたいですけど、しばらく無理そうですね。ぶっちゃけ動画1本でこのちまき1個すら買えませんからね。あとこんなのやってたんですね。東北6県スマホスタンプラリーですか？これ東北5県ならしょっちゅうしょっちゅう行ってますけど、青森だけ行ってませんね。青森の代わりに新潟じゃダメですかね？新潟は東北じゃないですからね。ぶっちゃけ新潟を東北と勘違いしてるやつってまあまあいますよね。めんどくさいんで新潟も東北ってことにしましょう。ついでに栃木と茨城も東北ってことにしましょうか。お前行ったところを東北にしたいだけだろ。というわけで今回の動画はここまでです。今回チャリの具合見るのに走りましたけど、変速は問題ないですけど、チェーンの長さが問題ありでしたね。あとチャリのお出かけは仙台でも初雪降ってそろそろ行けないかなって感じがするんで、ワンチャン次の土曜か日曜ガラスとかもしれないです。来週行けなかったら多分今年はもうチャリで遊びは無理かもしれないですね。その前に白石行きたいですね。それでは今回もご視聴ありがとうございました。よろしかったらコメントやグッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。ほなま